私に言われても分からへん。あれかな、iPad から送ってるから全部が全部こっちに移動してこないのか。このメールの認証情報。夫が行きました仕事に。今日は帰りが遅いそうです。夫が家でごちょごちょしてるから外行こうと思ったんですけどね、用事がいっぱいあるから。出て行ったら出て行ったで家の中でやることあるしね、どっちにしてもやることいっぱいあるからどうしようかな。息子のご飯もあるし昼ご飯も食べて午後から行けたら行こうかな。暑くなりそうやけど。やることいっぱいよ。息子がね、汗だくになりながら冬物かぶってるからちょっとタオルケットを出してやりましたよ。え？あんた分厚い布団かぶって寝たら汗だくなるよ。それごついのもいらんのじゃない？ご飯は？バイト今日。これ T シャツどうすんのこれ？毎週買えないで丸ごと日にかかるよ。っていうかこんなの汚れるやんこんなん。そうたら適当に入れとくでこれ。世の中知りや。どうするぞ、布団。もうご飯ええでな、昼ご飯。いらんの。これ、薄いの。分厚いの、色これ。昔まで向こうとかもあるから一応。で、これはどっちは上だ。ややこしいな。これちょっと乾きそう。息子も出かけるって言ってる。どうしよう。気になることさっさとやって戻ってこよっか。いやもうどうしよう。やることいっぱい。息子のご飯食べさそう。パッと食えるんやと食べるってね。家のもん食べささなあかんでしょ。息子にご飯食べさせて私も腹ごしらえして洗濯物も途中にならへんように区切りのいいとこまでやったらちょっと行ってくるわ。銀行巡りと母のポカリスエット、母の医療費控除の領収書、なんか病院が出してくれてておむつ使用証明書と、それを取りに行って、もう母の面会できたらしたいんやけどね。電話せなあかん施設に。ちょっと頑張ります。できたし洗濯もできた。卵が下に。これや。まあ食べれたら。あんたの好きなのばっかりやで。サランラップがこれくっついて離れ。使いづらい。高いやつ。夫が持ってきたやつ。これ使いづらい。すごい。白塗りお化け。こっちの方が安いし、こっちの方が好きです。ご飯にすし酢かけて食べるか。チコナルト。うん。これは食べてもいいみたい。多分よく噛んで食べましょう。うん。こぼれた。すごいご飯やねこれ。グロ。
息子行きました。慌ただしいの。おかずめっちゃ残してきよった。置いといてラップしといて明日食べさせたろ。私もなんかストレス溜まって胃腸の調子もあんま良くないのに、好きなもん食べられへんっていうのもあるから、食べたくて食べたくてしょうがないんやけど、明日検査やしあんまり食べん方がいいのよね。食べ過ぎたから。だって前日の検査食ってすごい少ないもんね。もう夜はほとんど食べんとこできるかな。たっぷり水飲んでごまかしたと言いつつ、カステラなんか、カステラ冷凍してあったら冷凍庫のなんか嫌な匂いがついてしまってんですけどね、気にしない。牛乳飲みたい。おいしい。冷凍しとこ。お腹いっぱい。ていうかもう夜食べんでいいんじゃん、知らんけど。ラップもったいないから洗っとこう。はい。トロトロしてたら1日あっという間に終わるから活動開始や。洗濯洗濯、呪いの洗濯や。汚っ。洗面所汚っ。もう吐きさらしていっとるもん、食べたもの。うわー、息子の部屋カオス。あかん、これ家事呪縛にはまるやつや。あかんあかん、何にもできへんわこれ。家事しかできへんなる、しょうもない家事。はい。これをしないと生活回っていかないんだけどさ、ほらもう絡まりまくっとんで、洗濯は全部一旦出す。すごい色のズボン買いよったんですよ最近ね。ほんま色気づいとって、あいつ着るもんにまで色がついてきたんですけど、そういう色気づくじゃないんだけど、こんなのまで買ったんですよ。 BTS のテテ君を彷彿させるアロハシャツ、かわいい。私がね、これいいやんって言ったらね、俺もそれいいと思うとってんつって買ってました。すごいでしょこれ、やからやん、やから。めっちゃかっこいい、嫌いじゃない。うちの息子合わへんと思うんだけどね、これとこれは合わすなよっつって、これの下は黒とかジーンズ履けよっつってんですけど、今のにこれを合わしとる。ユニクロ U のレディースのブラウス、ちっちゃいのにこれ着とる。こんな感じで着とったわ昨日。いいんじゃない、いろいろやってください。最後まで行っちゃうか。何回も途中でね、開けてね、もうめんどいんです。受けかけとったら途中で出せへんからね、もう最後まで行ったろ。これはボットのワイシャツ。意を決して母の施設に電話。もうこれせんことには出かけられへんから。あ、もしもし。あ、すいません、そちらでお世話になってます。ここの娘ですけども、お世話になってます。ポカリスエットを今日届けたいなと思ってるんですけども、ちょっとちらっと顔を見せてあげたいんですけど、母に会えましたね。ゴールデンウィーク前にね、2021年の医療費控除の分で施設で領収書出る分あったらお願いできますかっていうようなこと言っとったんですよ。あ、そうですか。そしたらそれ一緒に、取らせてもらっていいですか。はい、よろしくお願いします。これでつないで BTS の曲聴いて寝てるから、電源切るの忘れてたから電話かけたらこっちにつながってた。怒られるわ、なかなか出てけへんが。切れた。顔色悪ということで2時にアポイント。アポイント入ったら出ていかなあかんし。先に行く用意しちゃおう。リュック背負ってこうか。背中がおかしいから何でもかんでも突っ込んでこう。準備すると言いながら片付けもしながらやってたら時間かかってるぞ。これがあかんねん。まあでもやらなきゃいけないから。母に使った領収書を日付順に並べます。何やねん、何が何やら分からへんなってる。もう洗い物とかしてる場合ちゃう。もうファッションとかこだわってる場合じゃない。もうパジャマ。はい、でも今日は珍しく黒のデニム、ユニクロ U の、はい、こんな感じで行ってきたいと思います。早いかな、もう家事呪縛が。はい、いい天気。Hello. 緑、青、はい、風も強い。行ってきます。あかん、忘れました、忘れ物。え、止まって、止まって、上忘れ物したんやて。え、忘れ物したよな。リュック背負ってるから分からへん。背中ぎっくりしたんですよ、2年ぐらい前かな。高いところのものを取ろうとしてね、背中でグキッってなって、もう動けなくなって、こう雷落ちたみたいになって、ほんでしばらくね、もうほんと寝たきり生活みたいになってたんですけど、それと同じような状態になったんですよ昨日。ふとした瞬間に、ね、家でほんと安静しといた方がいいんでしょうけど、ほんでね、大きい荷物をいつも片方の肩に背負ってるからあかんかなと思って、今日ね久しぶりにリュック
背負ってんですけど、で今からね、あの不具合があったので返品に行こうと思って、それも何ヶ月も先延ばしにしてたから、それも行きたいと思いますよ。バタバタですよ。0か100かみたいな感じなんで、動くとなったらめっちゃ動くんですよね。で動かへんってなったらじーっとして、あの作業してね、その何もしないってことはないんですけどね、買い物も何にも買わないか、めっちゃ買うかどっちかなんですよね。モテへんぐらい買い物してみたいな。それでは行ってきたいと思います。あかん、もうまた忘れました。その返品するのに領収書が入ってる手帳を忘れてきた。カバンに入れたつもりが落ち着け失敗するぞ。時間がない。はい、これ靴かわいいでしょ。これユニクロよ。ユニクロとなんちゃらっていう人のねコラボ、なんかデザイナーの手帳入ってる、もしかして。え、持ってる、くしゃよ。入ってるやん。もう入ってたし、手帳おかしいな、入れたのになと思ったんよな。そういえば、リュックがさ、ふにゃふにゃやからブラックホールなんですよ、カバンの中が。なんか落ち着いていいかな。よし、落ち着いてる、落ち着いてる、落ち着いてる。時間全然ないやん。今から食器返しに行って、施設にポカリセット届けて、母と面会して、医療費控除の領収書もらって、病院行って、おむつ証明書と、これまた医療費控除の領収書もらう。とりあえずそこまで。はい、行くぞ。時間がなくてごめんなさい。今日もすごい素敵な服。ありがとうございます。自転車の鍵してるな。じゃ今日も自転車ですよ。車じゃない、その方が早い気もする。自転車の方が。やっぱり買うぞ。ちょっとお前買うか。袋、袋がない、買おうか。全部買い占めたった。今とりあえず買ったんですけど、自分の分買うの忘れた。自分のレジ面倒くさいから自販で買おうかな。自販高いな。うわ、40円も違う。ポカリも。マジか。中で買おうか。40円違う。水で10円20円しか違わへんやるけど。全然ちゃうわ。69円も色が30円ぐらい違う。すごいな、こんな値段違うんやって今頃気づいてるっていう。ちょっと時間的に余裕が珍しいぞ。こんなことはいつもギリギリやからね。それもね、両極端なんですよね。待ち合わせギリギリに行くか、めっちゃ前に行くか、どっちかなんですよね。遅れるの大嫌いからね。時間厳守はね、父の教えやから、パソコンの私はね、徹底しております。はい、もう施設の前に行って待機しよう。夫も息子も家にいひんのに、家にいたかったな。まあ、しゃあない。ギリギリまで何もしない私が悪いんだ。何もしてないわけちゃう、頑張ってる。自分の中のね、いい子ちゃんと悪い子ちゃんがね、葛藤するんですよ、いつも。お前はあかんたれやっていうね、悪いリアルちゃんと、いや、そんなことないよ、頑張ってるよっていうね、優しいリアルちゃん、交代交代に私に語りかけてくるんですよね。で、実際の私が仲裁に入ってね、ね、ちゃんとやってなかった私が悪かった、でも頑張ってるよって、ね、そんな罪悪感感じないでやっていこうぜって、中間を取るっていう私が、それができるようになってからだいぶ楽になりましたね。いつもはね、厳しい悪いリアルちゃんの方が強くて、私あかんわ、もうあかんわってずっとこう思って、こうへこんでくっていうのが多かったんですけど、それでなんかストレス食いとかしてね、自爆するっていうパターンだったんですけど、最近はね、優しいリアルちゃんをね、たびたび登場させて、その自爆する私を止めてる感じですね。はい、その術を知ってよかった。待ってる間、編集でもします。ちょっとの時間でも編集。寝てたん。なあ、ワンちゃん来ちゃう。え、ワンちゃん来ちゃうか。そう、私来たんや。ありがとう。え、何ポカリスエット届けに来た。離れとかんのか。元気そうや。その手袋をさ、汚れてるな。なんか洗濯してるとは言うたかったけど、してくれてる？うん、洗濯するのに洗い替えをさ、買おうか。
かかってるかな、まあ、これ持って帰ってな。持って帰られへん。持って帰ってないよ。だって新しいのが来るまで。あ、ほんと。ここで洗濯してくれると思うよ。洗濯のあれ頼んであるんやから、クリーニング。じゃあこれはあかんやろ。いや、してくれるんちゃう。これはいけるやろ。ポカリスエット飲んでるん？飲んでる。今日持ってきたよ。どうだ？今？喉乾いた。喉乾いた。今あかんのちゃうか。自転車で来た。これは。ああ、お母さんそれで来た。自分では歩いてない。歩いてない。髪の毛すっきりしてる。そう。ええやん。そう。なんか似てるわ。すごいやな。顔が似てきたわ。そうやろ。うん。お母さんと私やで。では乗ってます。あ、かわいいのいいですか。あの、この手袋って買って持ってきてもいいんですか。インターネットで見てたらこれ同じのあったから、はい、買って洗い終わり持ってきたらどうかなと思って、ね、はい、ポカリ持って、あ、お店にね、はい、500のやつが11本しかなかったんで、はい、それあれだけ買ってきたんですよ、はい、どのぐらいで飲みますか。もしね、だいたい本行く買いたんかぐらい、さっとそれだけ持ってこれる時に持ってきます、はい、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。かゆい。かゆい。かゆいはない。かゆい。かゆい。うん、母元気そうでよかった。来てくれてありがとうって。泣けるわ。切ないわ、切ない。頑張って、お母さん。医療費控除。領収書。病院にもらいに来ました。着々と用事が。終わっていっております。領収証明書、母だけで869,740円。そしておむつ使用証明書っていうのをもらいました。ありがとうございました。どこやったっけ、場所分かれへん。母のJA に行かなくて、JA。JA なんてとこに通帳作ってるからね、あの人。今から5件ぐらい回ります。銀行。今日は食べたらあかんねんで、忘れて食べてしまいそうや。今日は頑張ったから食べようとか言って。よし、頑張るぞ。行ってみよう。あかん、切ない。涙出てきたわ、もう目つぶって出てきて、出てんのっつったらパッて目開けて泣き声になって、ありがとうって、ありがとうって言われた。母にあんまりありがとうとか、あの、褒められたりとか、ごめんって謝られたりとかしたことがないって、あの、ちょいちょい動画の中でも言ってたんですけど、面会に行ってありがとうって言われると思わへんかったな。1ヶ月に1回ぐらいしか会いに行ってあげられてないんやけど、施設にも悪いかなと思ったりもしてるんやけどね。何回も会いに行ってたらどのぐらいの頻度で会いに行くもんなんやろうと思いながら、でももうちょっと頻度上げてもいいかな。あんまりね、頻繁に行ってコロナ持ち込んでも困るから。夫とも冷戦状態やし、毎日やらなあかんこと抱えてて、ストレスっていうかしんどいけど、頑張ろうって思えたわ。こちらこそありがとうよ。ありがとう、お母さん。私も言うべきやったな、そこで。ありがとうって。今度言おう。言えずに終わってしまったってなりそうな気がするって思っちゃった私がここにいるんですけど。あかんかん。ありがとうって、気持ちは伝わってるはず。複雑ですね。私の周りの友達で、あの、ご両親がね、
亡くなったりとか認知症になったりとかしてる人って多分いないんですよ。相談したり泣き方したりそういうことができないんでね、皆さんがこうやっていつも温かく見守ってくださって共感してくださって本当に助かってます。複雑なお年頃ですけれども、自分の体調のこともありつつ夫婦間のこともありつつ、うちはもう成人してますけど子供のことも気になりつつ、明日は大腸カメラし、何事もないように祈りつつ、みんな健康で幸せだったらそれでいいっていう話です。結論はそこに至ります。はい、帰ってきました。頑張ったよ。銀行全部巡って記帳したりお金下ろしたりあっちからこっちへ移したりいろいろしてきました。頭が飽和してる。薬をね誤嚥してしまったみたいなんですよ。気管に入ったのかな。なんかねむせないんですよ全然。あの気管に入っても寝てる間もね胃液がね気管に入って、まああの時はむせてるな、はい、薬通ってる時すっごい痛い感じがしたんですけど、どうしようめっちゃ悩む。次から次へとハプニングが起こるわ。薬飲むのもね、この間ね鼻の方に入りましてね、本当に薬が入っていかないんですよ。もう年、昔は薬ね5錠も6錠もいっぺんにクッとちょっとの水で飲めとったんですけど、もう最近は1錠の薬でも変なとこ入ってきます。耳鼻科行こうか迷ってる。ちょっと風邪気味でね痰も絡んでて、ちょっと行ってくるかな、どうしようかなってずっと迷ってる。30分ぐらい。朝バナナこれでも飲みましょう。今ね夕方の5時半、なんか病院どうしようかなって悩んでるうちに時間がどんどん過ぎてって、もうええかって、もう肺炎になったらなった時やって、もうやけくそになっております。伊達メガネ、これもユニクロのクリアサングラスです。飲み込む時に気をつけないと。一気飲みしててもだ、これ美味しいんですよ。あら、いけいけいけ。今日身をもって分かりましたね。人間切羽詰まらないと動けないんですよ。自分で締め切りを作るっていうのが大事って言いますけど、じゃあ今日中にこれをやるって決めたってできますかって話なんですよ。例えばメルカリを今日10品10個出品する、自分で決めたってできないでしょ。私はできない。でそれが例えばこの YouTube で皆さんに今月中に30個出品します。動画撮りますって言ったら、だいぶやる気になるじゃないですか。まあ、でもそれでも破っちゃうんですよ、私。皆さんにこれもします、あれもしますって言ってますけど、ほぼできてないでしょ？できてるのもある？頑張ってるよ、これでも。最後の最後まで飲むからね。行儀悪いと怒られそうだけど、こういうのは膨らまして飲むと最後まで飲めるんですよ。どうでもええわ。結局ね、締め切りを自分で作ったところで締め切りを守らないわけですよ。だから他人から締め切りを作ってもらってやるっていうのが一番なんですけれども、宿題ですよ、宿題。自分が守れる宿題どうやって出すか。余裕を持って前もってやるとね、時間かかっちゃうんですよ、几帳面にやろうとするから。でギリギリになると期間が迫ってるから仕上げなきゃいけないし、バーッと全力でやるんですよね。だから何がいいか分かりませんよね。一般的に良いとされてる方法が全てうまくいくわけじゃないし、私の場合は余裕を持って前もってやると余計に時間がかかる。で、何回もやり直ししなきゃいけないことになるから面倒である。だからギリギリになってやった方がいいっていう話なんですけど、その締め切りまでの間ずっと気になってるっていうのがあるから、どうしたらいいんやろ。私ね、
ずっとこういう感じやったかっていうとそうじゃなくって、中学生までは宿題とか出た場合ね、夏休みの宿題とか、もう宿題持って帰ってきた時点でその日のうちにやるみたいな、いかに人よりも早く終わらせるかっていうことに生きがいを感じてたんですよ。それが私の締め切りやった。だから夏休みの宿題は2学期の始業式の日が締め切りじゃなくて、夏休みの宿題をもらってきた日が私の締め切りやったんですね。まあ工作とかそういうのはもうちょっと後でやってましたけど、ドリルとかそういうのはその日のうちにやるっていう。だからそのスタイルをやればいいんだな。医療費控除のその申請をするんだったら、その申請が可能になったその初日の日に行くっていう風に決めて、そこに生きがいを感じるようにすればいいんだな。で、言われたらすぐするみたいなのも大事かもね。うちの夫がそういうとこあるんやけど、会社でなんかやらなきゃいけないっていうことがあったりとかすると、もうその日のうちに、だから私にも今やれっていう感じなんですよね。もうすぐやってみたいな。で、私は期日はまだ先なんやし、それまでしっかり調べて自分のところにメリットのあるようにやればいいやんって感じなんですけども、夫にしてみたら自分とこに得がどうのこうの関係ない、もう会社にやれって言われたらすぐさまやるっていう感じなんですけど、いいんだか悪いんだかだけど、それも悪くないのかなってちょっと思ったりしますね。とりあえず早くやるっていう、ストレスなくなるもんね。だからストレス感じながらギリギリまでやるっていうよりも、さっさと済ませちゃってた方が精神衛生上いいのかもしれないね。夫の言うことも一理あるなってちょっと思ったりしてる。だから要するに、締め切りもなるべく早く、余裕を持ってやったらあかん。何かが始まったらもうその始まった時にやる。そんな風にしたらいいのかな。そんな気づきがあった一日でした。 Congratulations! 自分に合ったスタイルを見つけながらやっていきたいと思います。洗剤の設定をしよう。これ一回もしたことないんですよね。これね、スイッチが入ったらね、気になることをね、どんどんねやっていきたくなるんですよね。今日はそのスイッチが入ってる。これ買って何年経つの、初めてやるわ。基本的な洗剤柔軟剤の基準量、柔軟剤は使いません。うちはアリエール 30ml 1升合ってるやん。45リットルに 45ml 合ってるやん。え、なんかね、洗剤がね、すすぎ残しがあるような気がして、注水ですすぎを3回とかにすると乾燥機かけても匂わないような気がするんですよね。で、今日それでまたさっきやってみたんやけど、そういうわけでもなかったんですよね。よくわからない。洗濯機の解決もこれからしていかなかったんですよね。まあでも洗剤の設定これできてるってことで、間違ってなかったってことでね。さっきどうやって洗ったんだかな。洗剤少なめにしたんやったっけな、注水2回で。いやだからやっぱり3回しなあかんってことちゃう。もう今日なんでやったか分からへん、メモしとかなあかん。はい、次は YouTube のコメント返しと、ベッドのね、このマットね、私だけちょっと節約してと思って布団引いて寝てんですけど、これね、夫と息子と一緒の腰にもいいっていうマットに変えようと思います。最近ね、寝てる間にね、腰がね反り返っとって、もうそれマットにしても一緒のような気がするんですけど、なんかこう反って寝ててね、こうやって起きられなくなるんですよね、腰が痛くて。なんかもう体中が凝って、もうマットのせいもあるんちゃうかと思って、枕のせいもあると思うんやけど、ちょっとマット買いますわ。これもう抜こうか。あ、これ抜いたら薄くなってしんどいんちゃう、寝るの。これこんな分厚いの入ってんですよ。これを抜いてしもたら、せんべい布団が余計せんべいになるから耐えられへんと思うんやけどね。どうしようかな、マット増えるの嫌やな。とりあえず YouTube のコメント返しするわ。悩む。ちょっとこれめくってしまったからシーツの洗濯するか。はい。なんで？なんで今からシーツの洗濯するのよ。今日じゃなきゃダメなの？今日でなくていいんじゃない？いやでもこれ抜いて寝てみようか。ほんでこの電気毛布さ、家で洗濯できるって書いてあんねんけど、どうやってやんねんさ。洗えるマットって書いてあんねんけど、クリーニング出した方がいいかな。ドライクリーニングや洗濯槽洗いはおやめください。気が散ってるでしょ。もう夫もそろそろ帰ってくるよ。ご飯適当にやってって言いたいんだけどね、頑張っちゃうんだよな。残り物食べてほしいしね。と言いながらベッドのマット買おうかな。悩んでるのがね、時間もったいないんですよ。さっきの話、ずっとねこう悩んでるのがねしんどいの。と言いつつどうしようかな。もういや、もう悩むの嫌の。なんだよこれ、夫のメールじゃないかこれ。お腹痛い。なんぼ私が配信停止の手続きをしても送られてくる業者のメールがあるんですけど、問い合わせ先のメールアドレスに転送してクレーム送ったろ。いかにしても、母がねこうはめてるミトン
もう注文してね、施設に送ろうと思ってるんで、それと一緒に、また日曜日が安いみたいなので、ポイントがつくみたいなので、日曜日に買い物しようと思います。カートにね、入れときました。バックレン。ああ、ゆうゆうきれい。ついでに夫の部屋のベッドカバーも洗おうかと思うんですけど、なんでこんなに布切れがいっぱいあるんですかね。何枚あんのこれ。これちょっといらんやつ出してもらって。何これ。ガムテープで留めてんだけど、これ。これ見て。家具に混乱してガムテープで留めてんだけど、信じられないよ。ベッタベタになってしまうやん。もうこういうことするの嫌い、私。もういいや。なんか変な虫とかいそうやん。あー気持ち悪い。私のと息子のと洗濯する。もうあかんて。もう忙しいんやから。なんでこんなことし始めんの、私。病気やこれ。息子の部屋もすごい。もうどうしよう。あかん。もう散らかすぎやん。とりあえずなんか食べとこか。8時までに食べなあかんで、ね、今何時よ。もう7時半やもん。なんかご飯でも食べとこう、米でも。残り物を食べてもらおう、夫には。もうこれ息子のやつはもういいか。だって明日私が出て行ったら食べへんもんな。もう来いやな。あかん。壊れる壊れるもん。これするんだっけ、わかんや、もうええか。もうなんか食欲ないわ。もう温めてしよう。うんま、冷ややこうま。徳島の豆腐も美味しいし、ルイさんが送ってくれた福井の豆腐のタレも美味しいわ。いや、なんかそこからちっちゃいご飯食べたもんとこ。ちっちゃいご飯。疲れた。夫と私と息子のベッドのシーツを洗濯中。今夫と私のベッドメイキングをしたんですけど、あと息子の部屋のベッドのボックスシーツが洗濯中で今乾燥機かけてんですけど、それが終わるまで眠れません。今ね体温測ってんですよ。もう風がね本格的になってきた。お風呂入ってもうほてってんですけど、これスノーのせいもあるけど、ほてってるけどなんか寒気するし、扇風機回してるからかもしれんけど、明日大腸カメラできひんかって困るしな。早く寝よう。頭痛い。カッコンともう一回飲んで寝よう。あかん、もうスイッチが入ってしまって、スイッチが切れない。止めてくれ、誰か私のスイッチを切ってくれ。もうさすがに働けへん。もう家の中ひっちゃかめっちゃかやけど。もうすごいよ。もうすごいしか出てけへんよ。もうあっちもこっちもね、散らかりまくり。もうこれ片付け始めたらほんまもう、寝られへんから。もう靴下もこれ、粉になってるし。やること多すぎる。熱は多分ないわ。洗濯機も呼んでるから行ってくる。ほら、すごいでしょ？洗濯も。これも明日するからね。あかん、あと2時間は寝られへんわ。今何時よ？明日ね、病院に9時には行かなあかんからね。あ、12時半、1時ぐらいになるかな、寝るのね。8時に起きたら間に合うかな。よし、じゃあ今から編集するわ。だいぶ、よし。編集頑張りまーす。誰かスイッチ切って。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。ツイッター、インスタもやってます。それではまた。サブチャンネル、リアルのしゃべりの方もご登録お待ちしています。ライブもやってるよ。